しました。見に来てくださった皆さんありがとうございます。ということで自己紹介したいと思います。じゃあ私がせーのって言ったらひーわたんってお願いします。じゃあ行きます。私に火をつけるだけ、火私、火バタンって呼んでください。せーの。お、こんばんは。ありがとう。そう、あのね、そう、昨日もやったんですけど、今日は皆さん何してましたか？今日はスーパーフライデーなのでアイスがもらえる日ですよ。ソフトバンクユーザーの皆さんは。でも au ユーザーの人も今なんかハンバーガーがもらえたりいろいろしてますよね。ね、今日は金曜日だったから皆さんお仕事だったよね。明日はお休みかな。私も今日は学校に行って、でその後にちょっとおやつを食べて帰りました。なんかね、学校の友達が、あ、どこも、おー、皆さん大変だったね今日も学校。あ、私も明日学校だよ。私はね、そう、友達の誕生日が明後日だっていうことに気づき、そうで、そうそう、猫好きの子なんだけど、にゃんにゃんの日だった。あれ、今日が20だもんね。にゃんにゃんの日で、そう、22日が誕生日の友達がいて、でプレゼント買いに行こうと思ってね、そうプレゼントをね買ったのよ。そうでね、プレゼントを買いに行ったので、行かなきゃって思って、で行ったらおやつも食べれた。今日はね、今日のおやつはね、なんだっけ、なんかね、ちっちゃいのが3つぐらい並んでたんだけどつら、今800人ぐらいだよね。これから増えますかね。そうでね、今日のおやつはなんかちっちゃいパフェみたいなやつと、あとちっちゃい、あの、桜と、いちごか、いちごと抹茶のケーキみたいなやつと、あとなんかスイートポテトプディングっていうやつ。そうだった。私のね、大好きなフルーツティーも飲めたよ。そう、紅茶好きなんですよね。好きですか皆さん。え、花粉症つらい。え、おしゃれなイメージ、そんなことない。今日32歳になったの、おめでとう。今日誕生日の人おめでとういやいやいや、私と10日違いですね。でも4月生まれだと、なんだっけ、誕生日月のさ、クリスタルみたいなやつがさ、ダイヤモンドと水晶ですよね。なんかダイヤモンド入っててちょっと嬉しい。なんかあるよねそういうの。でもなんかね、何でも白なんだよね4月生まれって。そう、あー、黄緑終わっちゃったんだよね、残念ですね。ね、まさか今日終わると思わなかったです、びっくりね。スタッフさんもすごい優しかったんですよ。だから寂しいな。まあまあ、こんなところで、昨日ね、昨日答えられなかった感じのやつに答えていこうと思うんですけど、ちょっと待ってよ。
これは下に行って探せばいいんだよね。確か、どこまでやったんだっけ。ね、最後私何言ってたか覚えてる人いますか。ああでもこれもやったな。これかな。質問の人とかだけ読んでいけばいいんだよね。あ、松ヤンヌさんが MT 日数が公演に来てくださったみたいですね。でも質問じゃなかった。ありがとうございます。またお待ちしてます。いろはちゃん、頭が悪いんですがどうしたら良くなりますか。もうそれは勉強するしかだよね。でもなんかさ、部活とかそういうのやってると時間ないよね。わかる。一緒に勉強しましょう。次、ケントさんからです。ひわたんが今までで一番無駄遣いしちゃったなってことは何ですか。無駄遣いがやめられないの。無駄遣いしちゃったこと、なんだろうな。難しい。なんだろう。無駄遣い。でもね、私お母さんに聞いてからしか買わないんだよね。ゲームセンターとか。やっぱりなんかさ、あんまり最近行かないんだけど、なんか昔は UFO キャッチャーとかも好きだったから、クレーンゲームも好きだったからさ、そう、ああいうのやっぱ無駄遣いしちゃったなって思うよね。そう、基本自分では、自分だけでの判断で買わないからさ。次、皆さんも気をつけましょう。みやゆうさんからです。寝ても寝ても眠いです。こんな時はどうしたらいいですか。寝ましょう。てか私も寝ても寝ても眠いんだよね。すごいわかる。なんかないんですかね、方法。おやすみとか。寝ちゃおう。ケンジさんからです。質問は、最近ひわたんがレモン味の炭酸水にハマっていると耳にして自分も飲んでハマってしまったのですが、炭酸水に合う食べ物ってありますか。私は餃子と炭酸水の組み合わせが何気に気に入ってます。餃子と炭酸水とかもうマジでやばいよね。絶対進むでしょ、餃子が。私は枝豆とか。なんかね、この前、枝豆おやつにするっていいなって思ったんだよね。だから枝豆買った。だから枝豆かな。でも私はグミだ、グミ。でもね、炭酸とラムネは一緒に食べたらダメだよ。ラムネ、シュワーって なるラムネね。なんか爆発するから。はい、次。TOFU さんからです。後輩との接し方がわからん、ひわたんはどうやって入ってく。確かに後輩でもね、私割とその見た目が幼いので、後輩からもなんかゆいちゃんって言われるタイプなのであれなんですけど、やっぱり世間話ですかね。世間話。次、高丸バツさんからです。ダイエット中どうしてもお腹が減った時、これなら許すって食べ物を教えて、食べないときついです。海苔とか。海苔めっちゃ好きで、私めっちゃ海苔食べるんですけど、あと豆腐とかかな。そう、あとフルーツはものによるけど、いちごとかかな。次、アンパン T シャツさんからです。プラメン変身できるのかな。できないと思っているので、可能ならば変身お願いします。プラメンはね、メールでは変身はできないんですけど、ツイッターで
ひーばたんへってハッシュタグをつけてコメントしてくれたり、ひーばたんって入れてくれれば見れるので、それでお願いします。待ってます。そう、やってる方いますか？そうそう、ひーばたんへってやるんだよ。はい、次。野村さん、日渡しゆうさん応援してます、ありがとうございます。カッシーさん、日渡さんが高3に進級してから何か変わったことがあったら教えてほしいな。私が高3になって変わったことは、本当名前だけだなって思う、高3になったけど。でもなんか、なんだろう、先生が変わった。先生がなんかみんなちょっと厳しくなった。今日もなんか、そう、ね、怖かったわ。次、大成さんからです。一番好きな飲み物は何ですか？僕はメロンソーダが好きです。私は割とメロンソーダあんまり飲まないかも。でもね、私が好きなのは黒ロン茶とジンジャーエールが好きです。なんか炭酸何でも飲んでいいよって言われたらジンジャーエール絶対飲むかな。そう。他人の先生苦手な人になっちゃったの？大変だ。でも割と優しい先生多いよ。でも怒ると怖いよね、やっぱね。次、エムちゃんさんからです。同じくらい好きなメンバーが公演に出演するとき平等に応援したいのですが、視線は一つしかなくてどうすればいいですか？もう片目ずつ追う技術を身につけよう。絶対無理でしょ、片目ずつ追うとか。もうできたらすごい超人だわ。まあ、前に来たら見るとか。でも難しいよね。じゃあ1曲ずつ変えれば、1曲ずつ変えるとか。ね、やば、同じユニット出てたらどうすんのって感じだよね。なんか確かにわかるわ。で、目が合わないと寂しいんですよ。だから目を合わせてあげてください。次、翔くんからです。ひーわたんは普段放課後は何してる？仕事、レッスン、テレビ。結構仕事とかレッスンとか公演、平日は公演とかかな。でもそういうのがない日は家で自主練したり、なんか割となんかぼーっとしてることはないけど、寝てるとかかな。寝てる。休みの日は割と寝てる。眠いんだよね。次、どうやって努力を継続するのか。なんかご褒美っていうか目標を作るのって大切だなって思った。でもレイちゃんと喋ったんだよね、なんかご褒美作った方がいいよって話で。私はアイスなんですけど、ご褒美を作ったりするかな。あとなんか楽しみなことが前にあればそれをもう楽しみにやる。そう、あと悔しいこととかがあったらやる気が出ますね。ひよたん、今日の気分はね、最高って真顔で言うのも怖いわな。そう、てか風呂上がりなんですよ今、お風呂上がりだからすごい今眠くなりそう。お腹空いてきちゃった。そう、終わったら食べる。なんか今日も可愛い？そんなことないよ。次、みゆみたさんからです。ひわたは悩み事があるときどのように解決してるの？私は基本なんかお母さんに会ったこと全部言うんで、お母さんに悩み事とか全部聞いてもらってるかな。でもなんか申し訳ないぐらい、そう、全部喋るから、本当なんか一緒に悩んでもらったり申し訳ないんですけど、お母さんに喋るかな。そうそうそう、まあさっぱりしますよね。そう、
もレイちゃんに聞いてもらったりもしますよ、同期なら。次、ジャバージャーのライブの思い出は。え、これなんて読むの、難しい、え、超難しい漢字、あんま使わないよ、ごめん読めない、ごめんね読めないんだ。エンプティさんって読んどこう、エンプティさんからです。ジャバージャーライブの思い出は、なんか衣装もめっちゃ可愛かったし、あとはね、なんかなんだ、ちょっと待って、何の曲やったんだっけ、あ、そう、てかね、私のなんか埼玉スーパーアリーナでまたできたことが超嬉しかったし、私の友達に初めて来てもらって見てもらうことができたから、あ、さつきずきちきさんっていうのかな、ありがとうございます。そう、あのね、お母さんとかも見に来てくれたし、割とそれ見に来てもらいたい人に見てもらえたライブだったから、すごい嬉しかった。うん、楽しかった、めっちゃ。でもね、階段がめっちゃ多かったから、すごいね体力使った。でも楽しかった、またやりたいな。次、ゆめちゃん昨日答えたやつか、かっちゃんアットマーク上原巨人復帰さん原です。 AKB 以外で好きなアーティストは、前も言ったことあると思うんですけど、私はベイビーメタルさんが好きで、昔からだから、ベイビーメタルさんの T シャツを着てたりするんですけど、ベイビーメタルさんとか、あとサイレントサイレントさんも好きだよ。なんかアイニャン、アイニャンが、そう、私の子役友達の姉さんで、そう、ライブにも行かせていただいたんですよ、武道館ライブ。めっちゃかっこよかった。てか私もね、バンドやりたいなって思ったよ。そう、募集マジで、ドラムやりたい。そう、めっちゃかっこよかった、いいよね。そう、あ、ベイビーメタルのファンの方いるんですね。そう、あーね、サイレントサイレントさんのユカルンさんも可愛いよね。そう、可愛い人ばっかり、みんな可愛いし、そう、だから好きかな。次、なるちゃんさんからです。何事にも飽きやすいんですけど、どうしたらよいでしょう。でも私は飽きっぽいのかな。私もでも割と飽きっぽいです。なんか一個にはまると、でも私今までハマったことあの海外ドラマと、ある海外ドラマと、あとは食べ物とかだけど、やる気スイッチがすぐ切れるので超わかる、めっちゃ。でもね、どうしたらいい、でももうしょうがないよね、わかるよ、超一緒だから。ハマったの24じゃないんだけど、24ハマったんだけど、24はなんか結構すぐ抜けちゃった。なんかテスト期間があったからかな、見れなかった時期に終わっちゃったんだよね、ブームが自分の中で。そう、そう、なんかファンタジーが好きなんですね私。次、モグリッチ、モグリッチさん08123からです。 AKB のメンバーのショールームインスタライブ配信が大好きです。でも10人20人が同時にやって見切れず、とても辛い思いをしています。10人20人推しメンがいるってことですか。しかも同時にやっててってことは、本当は多分30人ぐらいいるってことかな、推しメンさんが。お、なるほど。でもそれは辛いね。もう携帯5台持ちぐらいしてないと全部は見れないですね。しかも聖徳太子じゃないから耳が追いつかないね。
後でチュリさんにメイク伝授してもらったよ。そんな感じ。次、ピーだね。ピーさんからです。ひがたの時間の空いた時の暇の潰し方を教えてください。私は携帯で、ね、携帯でのアプリネッタリカがもうコンテンツ終了しちゃったので、今はスマートニュースでニュースを見てます。今日もなんか美味しいニュースがありました。最近はでもあのスタバのイチゴのやつとかが多いかな。なんか料理動画みたいなのも超美味しそう。クラシルだっけ、そう、スマニュー。もうちゃんと真面目なの見てるからね、そういうのばっかりじゃなくて。次、これ昨日読んだ人どうしよう。じゃあすぐ言うね。ゆめちゃんさんからです。学年が上がってきて先輩になったけど、新しく入ってきて1年生と何を話したらいいかわからない。でもやっぱり共通の話題か、なんか悩みを聞いてあげるとかどうですか、後輩なら。好きなタレントさんの話とか、もしかしたら AKB 好きかもしれないしね。あとドラマの話とかテレビの話とかかな、がおすすめです。次、アチューさんからです。ひわたの持ちポーズとか写メ会で用意しているポーズは何ポーズぐらいありますか。でも一応3つか4つは考えてて、おすすめポーズ、その日にあったポーズとかかな。もう迷ったらひよこポーズしていただけたら嬉しいなって思います。次、ひよりさんからです。ひわたの手のケアが知りたいです。何を使ってどんなことをしてますか。私はほんとハンドクリーム塗ってるぐらいだよ、全然。でもなんか今は新学期に入っちゃったからしてないけど、夏休み、違う、春休みか、春休みはマニキュア塗ってました。割と赤とかピンク系の方が好き、なんか可愛い。しかもなんかちょっと綺麗に塗れるやつが好き、なんかそのマットの方が好きかも、なんかこういうの。これめっちゃいい、これすぐ乾いた。すぐ乾かないとね、なんか寝ちゃうからさ私。これもいいよ、割と見えないよね。なんかね、一時期めっちゃハマりそうだった時にこれ買ったんだよね。なんだっけ、なんていうの、ジェルネイルの機械を買いました。それかな。でもやっぱ学生の間はあんまできないね。ちょっと大人になったら行ってみたい。ほらライトつくんだよこれ、やばいよね。次、おむすびさんからです。ひわたんはどうやって AKB とか学校で友達を作りましたか。でも私も最初は超苦手でした。なんかすごい緊張しちゃってたけど、でもなんて言うんだろう、難しいけど、やっぱりなんか自分から話しかけていくかな。学校とかもそうだけど、出席番号が近い子とか結構ずっと一緒じゃないですか。だから今仲良くしてる子も最初学校の席が隣だった子でずっと仲良くしてる、そうかな。そう、マチュリンと仲良くなったのは、なんかめっちゃ物が落ちてる、びっくり、怖いわ。マチュリンとね最初に仲良くなったのはね、高見野さんの卒業コンサートの練習をしてて、で一緒にやってたんですよね、ずっと。そう、
可愛いなーって、同い年ぐらいかなーって思ったらめっちゃお姉さんでびっくりしたんですけど、そうですね。日当市選挙対策委員会さんからです。よろしければ選挙に対しての意気込みお願いします。まあ昨日も言わせていただいたんですけど、今年は33位でネクストガールのセンターを目指してて、皆さんに喜んでもらえるような風にしたくて、今年も皆さんと一緒に楽しめたらいいなって、楽しめる選挙になればいいなって、まあ名古屋になったんですけど、名古屋も大好きなので皆さんと笑顔になりたいなって思ってます。はい、次、さとしさんからです。最近眠くて仕方ありません。ひわたんはどうやって眠さを克服していますか？もうね、私はもう耐えきれなくなったら寝ます。でもどうしても寝れない時は飴を舐めたら寝ないかなって思ったんだけど、舐め終わった後に寝ちゃうからあんまり意味ないかも。おすすめはしない。フリスクじゃない、やっぱ辛い。でも私辛いフリスク全然いけちゃうんだよね。だから次、ひーわたんたん推し大介さん、最近プライベートで遊びに行ったメンバーとかいたら教えてほしいです。あ、最近さやさんとめぐさんと一緒に映画を見に行ったんですけど、なんか見に行こうと思ってた映画がちょうどなくて、やって満席になっちゃって、やっぱりね、やっぱ平日休日だったんでダメだなって思ったんですけど、でもその合間にちょっとインスタ映えするおしゃれなカフェをめぐさんが教えてくださって、そこに行けたし、そう。でもね、 D2 といちご狩りに行きたいな。ドラニでね、いちご狩りに行こうって言ってるんですけど、もういちご狩りの時期が終わっちゃうんじゃないかなって思いながらドキドキしてますけど、プールになっちゃう。そうですよね。でもエリーと去年プールに行く約束をしてたので、エリーとプールに行きたいです。次、まーさんからです。お、誕生日、もうすぐ誕生日だね、おめでとう。ありがとうございますね。もうやばい。でも今年のケーキ何にしようかちょっともう考えとこう。お母さんと相談する、ママと。次、ケンチムさんからです。お、ひわたの行き詰まった時の対処法。私は行き詰まった時は、面白いテレビを見るですかね。それか寝るんですけど、あと自分の食べたいものを食べます。美味しいものとか。でもこの前お寿司屋さんに行ったらすごい元気になれたので、お寿司屋さんに行ってみたりとか、ちょっとおすすめ。やっぱお笑い番組はすごいですよ。力が湧き出るよ、ほんと。YouTube で好きな芸人さんの、そう、バカリズムさんとか超面白い。なんかセンスもう、なんか才能の塊ですよね。あんななりたいです、ほんと。次、カメさんからです。握手券を買って握手には行くけど、投票別の子にするのが悩みなんですね。なるほど。 まあそういう人もいますよね。私はまあでも寂しいですかねっていう感じです。はい、次、小林さんからです。公演とか緊張する場面で緊張をほぐすためにしてること。あ、エリーに背中を叩いてもらいます。千葉エリーちゃんに全力で背中を叩いてもらうんですけど、でも前、悲劇的だったのが、エリーと一緒にリカーで漫才をするときに、エリーは曲に出てるから背中を叩いてもらえないんですよ。だから違う子に叩いてもらったんですけど、あ、エリーの背中叩くのってすごいなって思った。叩いてもらいたい、みんなも。 そう、いや、
でもね、なんか相手に怒りの感情を持ってると緊張とかしないっぽいんで、怒りの気持ちを持つとどうですか？でも怒れないよね、そんな急に。ジロさんからです。最近心にグッときた言葉を教えてください。やっぱあれじゃない？私の友達が打ち上げの時に言ってた やつじゃない？なんか家で泣けば人前で泣かなくていいから家で泣く、そういう時があったら家で泣こうみたいなことを言ってる子がいたんですよ。ではって思って、でもマジでそうなんだなって思った。そう、へえって思ったんだけど、だからみんな外で泣かないために家で泣こうっていう話よ。次、バスグロさん、いいね、ありがとうございます。いいねのコメントありがとうございます。宮原さん、いろんな子を好きになってしまいます。一生楽しを貫きたいんですが、何かいい方法ありませんかね。いい方法？難しいね でもその子、難しい。毎日その子の写真を見るとかどうですか？あ、やっぱりなんか待ち受けにするとかいいんじゃないかなって思う。なんか写メ会の時とかよく携帯がパッと見えるんですけど、結構待ち受けにしてくださってる方もいて、あ、そんな待ち受けにしてくださるぐらい好きでいてくれて嬉しいなって思うんですよね。ありがたいことですよ、ほんと。私の待ち受けは仲良しのみーやちゃんとのツーショットですけど、そう、いや、お母さんもしてくれませんからね。いや、してくれたとしたらもうおじいちゃんおばあちゃんぐらいじゃない？おじいちゃんおばあちゃんもしてんのかな。でもおばあちゃんはしてそうだけど、おじいちゃんもしてるか。でも小さい頃だけですよ、ほんと。そういう親戚、身内がしてくれるのも。ともの りさんからです。今年の総選挙の手応えありますか？日々の活動の中で。でもやっぱり握手会とかで頑張ろうねって皆さんが言ってくださるので、それはすごい、なんていうの、心の支えになるというか、かな。やっぱりでもまだそんなすごい始まってるわけじゃないから、そこまで手応えがあるとかじゃないけど、まあ、勇気がもらえるなって思いますかね。次、ニコシタさんからです。最近読んでよかったなと思う本はありますか？本全然読んでないんだよね。本全然読んでないから何とも言えないんだけど、ちょっと待って、本読んでないから何とも言えないんだけど、超昔のでも良きだったら、読んでないけどいい？ハリー・ポッター。カラフルとか。ちょっとカメラ高いんですけど。よき、もう一回、よき、いてて、ちょっと待ってね。あった。次、立川さん、楽しみ。楽しみ？何が楽しみなんだ？あ、ショールームがか。ありがとう。カチューチューさんからです。ひーわたん、なんで朝早く起きなくちゃいけないんですか？つらいです。超わかる。なんで朝早く起きなきゃいけないんだろうね。でも起きなきゃ一日始まんないからね。あ、洋服が見たい？あ、そうそう、今日もミルキーさんからのお下がりなんですよ。
すごいね、ロングなんですよ、この下。すごい可愛いの。そう、ミルキーさんからいただいたんです。そう、ちょっと足がしびれて何も言えないです。次、オラフティさんからです。メンバー移動することが多いけど、ヒバタは乗り物ですぐ寝れちゃう方なのかな。私はもう何でも寝れますよ。特に車はすごく、車の揺れは眠くなります。そう、ミルキーさんから服いっぱいいただいたんですよ。でも可愛すぎてまだ着れてない服もいっぱいあるので、着よう。そうね、ほんと神対応だよね。あれ、やばい、時間が大変だ。どんどん行けばいい？じゃあズーミンさんからです。コンシーラーでいいのがあったら教えてください。コンシーラーでいいのは、なんかザ・セムっていうところ、ちょっと韓国のお店なんだけど、ザ・セムっていうところのコンシーラーがおすすめです。多分女の子知ってる子も多いかもしれないけど、まあね、隠そうね。高弘さんからです。ひわたん10億円当たったらどうする？貯金する。あ、でもハワイに行く。ハワイに行きたいね。次、ごめん、さっき言った人は言わないね。ゆうえさんからです。握手会の時はどんな話をしたら盛り上がりますか？私はね、食べ物の話が好きなので、最近好きな食べ物の話をしてくれたら盛り上がると思うよ。次、日吉さん。オリックスが弱すぎて辛いです。どうしたらいいですか？ オリックスが弱すぎて辛い？でもそういうこともあるよ。やっぱりさ、波はあるもんだからさ。まあ応援、一途に応援するしかない。大丈夫、オリックスが勝つように私も応援してる。そうそうそう。でもさ、それだから勝つと嬉しいんじゃないですかね、やっぱり野球って。だからもう応援するしかですね。次、CN ファンからさん、ファンさんからです。今までで一番難しいダンスは、今までで一番難しいダンスはウザが一番難しいかなって思いました、個人的に。でも分かんない、僕たちは戦わないも難しかった、めっちゃ。で、次、あつしさんからです。おすすめのポーズはひよこポーズです。こうやって両手こうやってやるやつね。お願いします。犬のおまわりさん希望さんからです。高3なんですけど就職します。仕事の息抜きに何をしてますか？やっぱり友達と遊びに行ったりとか、美味しいものを食べたり、テレビを見るのが息抜きだと思うので、まあよかったら息抜きでショールーム見てね。次、まさのれさんからです。私人見知りなんですけど、どうしたら友達100人できますか？友達100人？難しい。どうしたらできるかな。でもね、友達になろうってやっぱ言うしかないよね。友達になろうっていうことかな。私も友達100人できたはずだから。そう、あと LINE 交換したいとか。あと、じゃあ次、なぎなさんからです。ひわたのストレス解消法があったら教えてほしい。私のストレス解消法はやっぱりあれですかね。あ、でもお風呂に浸かりながらテレビを見るのも結構いいですよ。でも好きな番組がやってたら超いいけど。あとカフェに行ったりとか、そうするの。あと寝るとかね。富田さんからです。首長どう思いますか？いいんじゃないですか。ともともさんからです。
チョチョでしょ、ユカルンさんたちのことでしょ。バカップルって書いてるからさ、読まないかったんですけど、いいと思いますよ。いやちょっと寂しいなと思う時もありますけど、いやでも仲良しでいいですよね。いいね。次、ともともさんからです。高3の野球部です。レギュラーを取られそうで困ってます。応援メッセージお願いします。おう、同い年じゃないですか。頑張ってください。でもわかる、同じような気持ちになるよ。レギュラー取られそうなんだもんね。大変だよね。なんだろう、私が応援してるから頑張ってくださいね。わかるよ。次、いくこさんからです。最近ハマってるお菓子とか教えて。やっぱり最近ハマってるのは、最近ハマってるやつ、あ、でもこの前食べたプチメロンパン、なんかアンパンおじさんみたいなアンパンあるじゃないですか、あれのメロンパンが美味しかった。あとはじゃがりこのさつまりこ、さつまいも味のやつとか、あとね、あとなんかこの前の、そうこれ買ったんですよ、上野のパンダのね、赤ちゃんのなんか砂糖菓子みたいなやつ、中も全部パンダちゃんなんですよ。超かわいいよマジで。写真乗っけようと思ったんだけどまだ乗っけられてない。やばいよね、絶対かわいいんだけど。映えるね。うん、次、これやばいよね時間絶対ね。チコリータさんからです。ひわたんのティーチャーティーチャー撮るか迷ってます。どうしたらいいですか。ぜひ遊びに来てください。あ、変なとこ押しちゃった。撮ってくださいよ。お待ちしてますね。順位も発表でいいですかね。13位ひさしーさんです。ありがとうございます。今日もひよこで嬉しい、ありがとうございます。ぴよぴよ。12位黄金のくまさん、ありがとうございます。いいですね、くまなのにアイコン、これくまなんですか、怪しいもんだ。11位れんれんさん、あ、れんれんさん質問もしてくださってましたよね、ありがとうございます。30日待ってます。10位マーチさん、ありがとうございます。マーチさんは男性なんですかね、男の人のアイコンですね、メガネもかけてんのかな。9位アリスさん、ありがとうございます。アリスさんはアリスのアイコンだね、でもアリスなのに髪の毛が緑。8位ミホルンさんからです。ありがとう、ミホルンさんもねコメントしてくれたよね、ありがとう。あ、よかった、友達と仲良くなる。7位、7位これ読めない、キャンディーコーアーコーさん、ありがとうございます。すごい、なんかアイコン初めて見た、このアイコンゲームキャラクターみたいだね。ね、待って、変わった。13位レンレンちゃん、12位ノーさん、ありがとうございます。ひよこだ、かわいい。11位マーチさん、ありがとう。10位アリスさん、ありがとうございます。9位がミホルンさん、8位がキャンディーかわいさん、ありがとうございます。7位トラップさん、ありがとうございます。トラップさん、このスイカ、もうスイカの時期。6位はやちゃんさん、ありがとう。はやちゃんさん、スヌーピー、私の友達が好きって言ってたわ。5位ラスク隊長さん、ありがとうございます。なんか自作のアイコンみたいなアイコンや、すご。4位チャウチャウさん、ありがとうございます。昨日に引き続き皆さん本当ありがとうございます。3位サプライズレバーさん、ありがとう。サプライズレバーさん、白いひよこね、もう覚えた。2位大輝さん、ありがとうございます。昨日もね皆さんありがとうございます本当。1位ふつや探検人さん、ありがとうございます。おー、いやーちょっと短かったけど、急にやろうと思ったから、でもね楽
しかったです。え？急にやったけどね、皆さん来てくれてありがとう。そうそうなんですよ、うん、またやりますね、ショールーム。また見に来てください。ありがとうございました。あ、終わんなきゃ。またね。あ、モノマネ、まあ、このまま閉めちゃおうかなって思ったんだよね。僕はちみつ大好き、僕はちみつ大好き。プーさんみたいでしょ。でも違うんだよ。かわいい、やばい。またね、バイバーイ、おやすみなさーい。